じゃあいただきまーす。これから四国だね。うん、なんかあれだね、雨のうち晴れとか言ってたけど、もう朝から晴れてるね。あー、よかった。風が強いね。でも瀬戸大橋をさ、晴れて通れるのは正直嬉しいね。うん、今まで人生でこう島並み、鳴門大橋、うん、で瀬戸大橋通れたから、ちょっとコンプリート感はあるね。うんうん、いただきます。はい、シナモン効いてる。うん、甘そうだね。うん、あ、そう、美味しいよ。うん、で、どうするかだよね。うん、あ、ここ来たら面白そうなの。おうおう、うん、あ、ここね。うん、うん、うん、あとね、こっちがね、ちょっといまいちよく、さっきちょっと言葉で伝えたんだけど、なんか、あ、ここ行きたい。あ、いいだよね。うん、読み方が分かんなくて、なんて読むんだろうね、これ ね。地名とか分かんないよね。月、月で、火、水ぐらい。いや、多分ね、水が俺の記憶だと雨だったような気がするよ。月か、月が雨か。ちょうどいいじゃん。さあ、今ね、本州四国連絡橋の途中の吉間パーキングエリア、なんかすごく眺めがいいってことなんで、うん、ちょっと寄ってみました。はい、どんな感じかちょっと見に行こう、はい、ね。すごい、だってこんな、ね、こんななってるんだよ。すでにね、海がもうすぐそこまで来ててすごいんだよ。ちょっと行こう行こう行こう。うん、めっちゃ綺麗だよ。灯台が見えるね。うん、灯台ある。普通にね、住民みたいな人が釣りしてたりもしてる。まあさ、自然と隣り合わせっていう感じの土地、いいよね。海の色と空の色が、やっぱさ、風が強いからさ、白波立ってはいるんだけど、それは置いといて、こうやって見るとさ、空と海の色って違うなって思うよね。空が結構上の方は水色濃いけど、やっぱ海が近づくと白っぽくなった水色だし、てかもうほぼ白で、奥にある山もかなりうっすらで、手前の島はさ、もうちゃんと緑がはっきり分かって、ひょっこりひょうたん島みたいなやつが手前にあったりするけどさ、いろんなとこにあるよね。今まで何回もってあるある。うん、海はやっぱあれだよね、青っていうか緑色っぽい感じの青だよね。エメラルドグリーンってこういうこと言うんだなっていう、うまく色の表現したもんだよね。四国上陸したぜ、かっちゃん。四国来ましたね。はい、四国の地に入りました。はい、ドキワク初香川。ドキワク初めて聞いた言葉だけど、ちょっとうどん共和国にやってまいりました。はい、行きます。はい、行ってきます。坂を登って降りるパターンかな。あー、すごい広がってるね、緑が。
なんか緑がさ、やっぱ南国っぽいね。ね、製麺さん、はい、製麺っていうだけだとちょっとね、麺作ってあれなのかな、ね、ちょっと楽しみですね。ちょっと行ってみよう。早速行ってみよう。おー、初うどん、香川に来て初うどん、念願の釜うどんと肉うどんを、これそうカメラを、あ、そうね。たまたま、ね、はい、肉うどんで、ゲソ天がすごく大きくて、超でかいよね、これ。手の手のひらでこんな感じ。これ初めて見た、ハムエッグの天ぷらって、ね、ちょっと楽しみ。はい、ということで、はい、いただきます。ちょっと、軽くそういうもっと回して、持ったら嬉しいだった。いただきます。いただきます。肉がすごい。うん。うん。あ、すごいもちもち。あ、これいいね。これいいね。卵も美味しく感じてしまう、うん、なんか卵かけご飯いらないよね。俺がこんだけ発達してるとゲソ行きたいと思います。でかすぎるんですけど、でかい。すごい音だね。うん。なんとかじゃなくて、ハムエッグ店、ハムエッグ店をいただこうと思います。初めてだね。こんな風になってるんだ。でもこれ美味しいわ。うん、よく考えついたね。うん、おい。ハムのさ、程よい塩味が後から来るのよ。美味しい美味しい。肉うどんいただきます。いいね。あ、牛の甘さが出てきて美味しいこれ。っていう後ろで、もちゃんとハムエッグ。後からハムの塩味来ない。うん。すごい独特で、とても美味しく感じる。シンプルが美味しい。そうね。でも新しいね、いいね。美味しかった。ごちそうさまでしたっていうところで、本当に美味しかったね。美味しかった。ああ、なんかショーで一玉
そう、で2玉、ただまあ、3玉っていう表記だから、まあ、小で1玉を、うん、もう十分、小をシェアし合って、そうそう十分だった、うん、あと天ぷらを、おー、基礎でかいし、大きかった、大きかった、いや、本当に美味しくいただきました、ごちそうさまです。